ウィリエム・ドジッターは、オランダの数学者、物理学者、天文学者である。フリースラント・シュースネークで1872年5月6日に生まれた。フロー人間大学で数学を学んだ後、フロー人間の天文学研究所に入った。1897年から1899年までは、南アフリカの希望本王立天文台に勤務した。1908年に、 ライデン大学の天文学の教授に就任した。1919年から亡くなるまでライデン天文台の大長を務めた。1934年11月20日にライデンで亡くなった。ドジッターは物理学的宇宙論の分野で大きな貢献をした。1932年、アインシュタインとの協調で宇宙の極立に関する宇宙論的データの意味を論じた。 また、ドジッター空間、ドジッター宇宙という概念を提唱した。ドジッター宇宙は、アインシュタインの一般相対性理論における時空の曲率を決定する方程式である、アインシュタイン方程式の厳密解の一つで、普通の物質を含まず、宇宙定数が正の値を取る宇宙である。これにより、指数関数的に膨張する空虚な宇宙が実現する。 1913年に早く動く連星を利用して、光源の運動が光の速さに及ぼす影響を図れると唱えた。木星の衛星の運動に関する研究でも知られる。息子の一人に地質学者のウルボドジッターがおり、その子供に社会学者のウルボドジッターがいる。また、息子のアーナウト・ドジッターは、インドネシアの連番にあるボスカ天文台の台長で、 球状星団 M4 の研究を行っていた。ありがとうございます。